今日は元気です。昨日はずっと寝てた。こんばんは。こんばんは。お、台湾。大家好。ピンクの髪の先輩どこから来ました？誰や？ん？何何？なんか丸い物体何これ？マックスさん、だるまありがとうございます。今日一日帽子かぶってたが、ここぺちゃんこです。お、トラッキーさん、タコ、タコ、ヒョウ柄のタコありがとうございます。めっちゃいっぱいありがとうございます。あ、エミチさん、エミチさんピンクなの？カプセルギフトとは、ごはん、へえ、すごいね、ありがとうございます。めっちゃ髪の毛伸びるの早くてね、めっちゃ黒くなって、アポロです。アポロでもまだ髪前染めて、染めたのが二十何日とかだから、ナンバトルとかココナの卒コンの前だから、まだ2週間ぐらいしか経ってないのにね、こんな伸びてね、ちょ困ってるんです。もうちょっとしたら染めに行きます。最近はピンクシャンプーで色を入れているので、毛先はピンクなんですが、アポロが気になってます。さっきモバメ送りました。最近はなんかここヨーグルト開けようとしたら切りました。びっくりした、昨日の朝。なんでかわからんとこ切りました。ヨーグルトの紙、台紙みたいなとこがぶっ刺さっちゃった。ついてないですね。こないだはね、部屋のベッドの角に普段ぶつけてもね、いたってなるだけのとこをね、左すね切れて血出たり、最近切り傷みたいなのめっちゃ多い。嫌ですね、傷が増えてく、勘弁してくれって思いながら生きてます。こうちゃん、タコありがとうございます。カンナンさん、なこらかっこいい、ありがとうございます。すねめっちゃ痛かったんですよ。普通に痛っと思ったら血めっちゃ出てる。なんかどこで切ってんのと思ってびっくりしました。前髪伸びたんかな、ちょっと。今日は友達からもらった、めっちゃいい匂いするんです。
あ、やっぱさっきトマトスープこぼしたの跳ねてる箱に。最悪、友達に内緒にしなきゃ。今日友達くれました、急に。ハンドクリームと石鹸。ミニオ、なんか季節物なのかな。ハンドクリーム切れかけてたんで嬉しいですね。これ今使ってるやつ、これで今日もらったの。これ、これはおといたちでご一緒したしおんちゃん、私じゃないですよ、しおんちゃんって子がくれたやつで、次使うハンドクリームは友達から今日もらったやつ。ハンドクリーム自分で買ってないな。自分で買ったのもありますよ、ここに家に。サラサラタイプ。前みゆきさんからもね、めっちゃハンドクリームいただいたことあって、ハンドクリームはいただき物を有効活用しがちです。ありがたい、めっちゃいい匂い、みんなに嗅がせたいぐらい、めっちゃいい匂いすんのこれ。エルバボレットメルシーキット、いい匂い。髪色綺麗やった。だけどここ以外は綺麗やろ。ここがちょっと、ここさえなければ完璧やねんけど。お、かっちゃんなやこれ、なんか卵みたいな、イースターかな。ありがとうございます。今何時さ。あ、まだ大丈夫だった。時計ある。初見ありがとうございます。今日は今ね、今こっちで加湿器アロマ、うわなんかこぼれた、アロマウォーター入れて加湿器やってんの。だから今シオンの家はピュアサボンの香りがします。シオンの家、いい匂い今します。鍵に来たい人いますか。絶対家には入れませんけど、気になる人は自分でゲットして匂いを嗅いでください。ピュアサボンの香りです。アロマウォーターフランフラン。ピュアサボンで今日もらったのはエルバブレッドメルシーキットで、おといたちでご一緒したしおんちゃんからのやつはソルベハンドクリームで、しおんが使ってるのは自分で買ったやつはこれ、サラサラタイプ。これ商品名アトリックスハンドジェル B って書いてる。以上。そう、今日は今日はね、ご飯作った。
何作ったかは多分モバメに書いたので、またモバメ見てください。夜ご飯作りました。昼はお友達とランチしたんですよ。ランチしてたらこれくれた。ビビりました。急にビビった。うん。シオンの最近の悩みは部屋がめっちゃ汚かったんですよ。なんかやる気が芽生えなくて、めっちゃね、片付けなきゃって思うぐらいね、めっちゃ北海道にねお仕事で行ってたってのもあり、荷物がもうね片付けきれてなくて大変だったんですけど、やっと片付けれました。やっと片付けてだいぶマシになりました。だから部屋がね綺麗だとね、まだ汚いんですけどね、部屋が綺麗だとね、なんかいいと思います何がって話なんですけど、ちゃんとご飯食べても、なんか最近めっちゃ言われるんですよね。一番怖いからなんかビビってんねんけど、なんか久々に会う方会う方にみんなに言われるんですよね。なんか痩せたみたいな。でも私痩せる要素ないから今怖いんでね、ちょっとまあ健康なつもりなんですけどって思って生きてます。汗もう時間か。お、マサさん、なんかありがとうございます。ハチちゃんって読み方いいのかなこれ。タコありがとうございます。あとでちょっとだけインスタライブしようかなって思ってます。じゃあ順位発表します。1位からトラッキーさん、宝野さん、大人聖獣炭さん、しげやんさん、骨っこさん、ターチンさん、山本まささん、なかしーさん、ネオンさん、ゆうきさん、くまさん、ロンドペルさん、こうちゃん、ありがとうございます。そして今1012って出てるので、10+12で22の方読みたいと思います。お、猫さんだって。22で猫にゃんにゃんじゃん。おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで久しぶりにショールームしました。インスタライブちょっとだけやってみようと思います。こないだラジオ配信しようと思ったらうまくできんかったので、ちゃんと今日は顔を出してやってみたいと思います。やるだけやってみます。できんかったらすいません。多分普通には多分できると思ってます。わからんけど、なので移動してください。ありがとうございました。バイバーイ。